こんばんは、ケイドラです。今日はオールスター感謝ガチャ引いていこうと思います。昨日から動画見てもらってる方は知ってると思うんですけども、今日プロリーグのファイナルの試合があるんで、ホテルで最終調整をしております。昼過ぎぐらいからずっと練習してたんですけども、まあ、一旦ね、ちょっと休憩っていうところで、オールスター感謝ガチャを引いていこうと思います。はい。来ましたね。年に一回のお祭りなんですけど、ちょっと顔近いかな。まあ、いっか。はい。では、提供割合は、まあ、いつも通り 12% ですね。はい。で、確定枠は、重心化だった場合、挑戦形とレベル解放されてるんで、できたらね、限定キャラとか引き抜きたいですね。はい。では、行きましょう。で、明日ね、日変わってから、ガチャ引きたい方は、あらかじめ今のうちに、もう、オーブにね、課金する方ですよ。オーブに変換しておきましょう。じゃないと、ストアがめちゃくちゃ重くなって、ガチャ引けなくなるんでね、ご注意ください。はい、まあ、止まらないですけど、加藤清正。お、いいんじゃない?スマッシュと、トライデント。あー、全然いい。全然いい。この2体って普通はね、そんな優先的にね、挑戦権解放しないから、いいですね。両方とも超スピードが大事ですね。OK、ありがとうございます。じゃあ次行きます。まあ、限定キャラ1体確定ですからね。お願いします。はい。今もうオーブ3000個用意してますからね。はい。ちなみに僕は去年390連、お、2回転した。あ、そうか。限定確定でした。はい。去年390連目でようやくアルセーヌ出たんで、結構オーブとか、え、マジで!ムクロ出た。マモン、バサラ、お、うわ、これやば。ここでムクロ引くの。2体目ですけど、いやー、レッドスターズで僕確か1300個使って、キュピンで引いたっけ?確かキュピンで引いたんで結構ね、溶かしたんですけど、まさかのここでムクロ引くとは思わなかった。もう引きいいんじゃないですか。で、バサラ。まあ、超バランス3体待ってますけどね。はい。で、アブドゥーグ。これもいいですね。超スピード。はい。で、まあ、同時切りは重心化してないんで。まあ、普通ですけど。うん。まあ、限定4、ん ?3 体か。引けたんで。いや、これ全然嬉しいですね。はい。うん。結構いい引きじゃないですか。じゃあ次の端末行きましょう。はい。では次こちら引いていきます。まあ、未所持のキャラはそこそこいるので止まってほしいですね。はい。行きましょう。まあ、星玉調整とか特にしてないんで、多分止まらないと思うんですけど、どうなるかな?止まってほしいな。止まってほしいな。オッケー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 。さあ。まあ、足利がよしてるかな?はいはい。砲撃型ですよね。超砲撃になります。全然 OK、全然 OK。持ってないから。で、イソップ重心化。はいはい。まあこれも、まあ普段は挑戦権解放しないから全然いいですよ。はい。さあ、メインはここです。行きましょうか。構えで持ってないんですよね、このアカウント。さあ行きます。お願いします。まあ限定は確定ですけど、さあ、どうなるんでしょうか。何が出るかな。この辺で限定来い。ミスターエンパイア。おー、止まれねえ。さあ。お、マジか。これはでけえ。これはでかい。マジ。アンドロメダ。いや、これは大勝利ですわ。しかも重心化して挑戦権解放してくれるんですよ。いや、これはありがてえ。マジで。大勝利。お、ルリ来た、ルリ。しかも、限定枠。あ、はいはい。まあ、未所持やからよかった。弁財天ですね。挑戦権解放されてます。ルリ嬉しい。普通にルリが嬉しい。かっこいい。やったね。いや、これアンドロメダやばいな。ルリも挑戦権。そして弁財天。いや、これは、いいっすね。なかなかいい引きしてるんじゃないですか。はい。うん。じゃあ次、最後のアカウント行きましょう。ではこちら行きます。多分星玉たまりそうっすね。いや、でも調整した方がいいかな。これであんまりなんか、もしかしたらね、そのめっちゃ星5、6が出ちゃってさ、たまらない可能性あるから。まあ、このアカウント一番ね、ガチャ券持ってないから止まりますね。はい。早速、
はいはい、長飛ですね。長飛からの、わあ止まらんか。はい、ヨグソ通すとアリーナかな。はい、止まらんかったで、星玉これちょっと調整しますね。劇中単発1回引いて、なんか出るかな。 24% ですからね。でも3体確定だから星玉たまらなさそう。もうお前どういうこと。今ヨグソトースゲットしたとこなんですけど、もういいて。ヨグソトースそんな出しゃばらんといて。うん、 OK。 じゃあ最後のオールスター感謝ガチャいきます。2021年、本当にありがとうございました。すべてに感謝を込めて、僕は限定5体抜きします。じゃあ行きましょう。頼むよ。星玉もあるからね。はい。まあ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 。でこの辺もう最初から止まりましょう。止まりましょう。上段から止まって、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 止まって。いや止まらんか。止まって。おいカーン、タージマハル。これ進化、あーですよね。あの進化神からから。あおなるほど。まあ、星玉ありますから。ここで大事なのは、キュピンは来たらどうなるんですかね。確定演出なし。いやでも、頼む。限定結構多いから。ああ、一瞬ちょっとなんかモーセに見えたけど。あ、でも、味噌汁でしたわ。はい。ということで、まあ、どうかな。メイン端末と二つ目のアカウントが結構いい引きしたんじゃないかな。うん。これはちょっと微妙でしたけども、まあ全体的にね、いい限定キャラも引けた気がするんで、ちょっとね、しかも、ムクロ2体目とかもすごい嬉しかったし、うん、なんか今年最後に結構、本当にあり余ってないか。残りちょっとだけ残ってた運を使い果たした気がします。はい、ということで今日は今年最後の動画なんでね、最後にまとめ動画も作ってあります。よかったら最後までご覧いただけると嬉しく思います。一旦オールスター感謝ガチャ動画終わりですね。じゃあね、プロリーグに向けてしっかり寝てきます。はい、ということで今年最後の動画になるんですけども、今年も1年間本当にありがとうございました。2021年の自分自身の振り返りをやっていこうと思うんですけども、まずは M4 としての出演のお話ですね。僕が M4 に選ばれたのは去年の10月だったんですけども、今年は本格的に M4 としての出演は結構多かったかなと思います。新豪鉄はもちろんなんですけども、フラパとかの舞台での企画ですね。そちらでも M4 として呼ばれたりとか、他にも公式動画の企画ですよね。制作者からの挑戦状とかも M4 として攻略していってるんで、去年よりもしっかり M4 として活動できました。まあやっぱりね、 M4 なんでね、新豪鉄とかはね、報酬を届けるために勝たないといけないんですけど、それ以前に4人でワイワイ楽しくやってきてるんで、この存在は僕自身もすごい好きですし、皆さんに好きになってもらいたい存在ですね。放送を見てね、結果ももちろんなんですけども、楽しんでもらいたいという意志が結構強いんで、来年以降も盛り上げていこうと思っております。お次、自分のチャンネルの話なんですけども、今年のチャンネル登録者の目標は20万人でしたが、惜しくも届かず、今19万2000人ぐらいですね。目標達成はできなかったんですけども、まあ YouTuber としては登録者ではなく再生数の方がやっぱり一番大事なんですよね。細かく言うと再生されても維持率が低いとあんまり意味もないし、とにかくいろんな方に長時間再生されることが大事です。その面に関しては去年よりも大幅に成長できたんで、登録者ももちろん大事なんですけども、多くの方に見ていただけてすごく嬉しいです。いつも本当にありがとうございます。まあ来年以降も自分のスタイルは変えずに、運営に対して思ったことは言うと思うし、ちょっとね、お世辞だったり嘘が苦手なタイプの僕なんで、かなり不器用なんですけども、自分のスタイルは曲げずにやっていこうと思います。まあ、他にも高難易度攻略もやっていくし、コラボの予想だったり、重心化予想のね、予想屋さんとしても頑張ろうと思っております。今年一番最初のワートリコラボの予想的中だったり、まあ、重心化予想も10体ぐらいは当てれたかな。まあ、結構ね、奮闘した方だと思うんで、来年もバッチリ当てていきたいなと思います。最後にプロリーグのお話なんですけども、僕の所属する重心亭一門は、プロチームの中では唯一2大会連続、ファイナルに出場することができました。試合は大晦日12月31日の19時からなんですけども、よかったらね、生放送だったり、現地観覧で応援してください。やっぱり僕たちはまだプロの頂点には立ったことがないんで、今年こそは、ぜひとも優勝したいですね。うん。
もう毎日めちゃくちゃ練習頑張ってるんで、しっかりね本番で練習の成果を見せれたらなと思います。まあ、今年最後大晦日にやっぱりね優勝して泣いて最高の思い出を作りたいんで、優勝を狙っていきます。モンストライでもね予想ミッションやってるんで、よかったら投票してください。もし優勝を当てることができれば戦記の書1枚がもらえます。ということでもう一度言うんですけども、今年1年本当にありがとうございました。来年以降もぜひね動画見ていただけると嬉しく思います。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それでは良いお年を。バイバイ。